朗報、立浪監督名言、まだ〇〇もあるんでね。9カード連続で勝ち越しなしを受けて、記者からのインタビューに回答。監督は、まだ100試合以上あるので、仕切り直してやっていくしかない、と前向きに言い放った。この件に関してのネットの反応を紹介します。自分で言っちゃうのか。最後までやるつもりかよ。5年契約説が現実味を。残り100試合を50勝50敗で乗り切れれば、多分最下位ではない。落合、まだ100試合以上ある。立浪、まだ100試合以上ある。こうも違って聞こえるか。落合、ごっこやめろ。就任して300試合近くやって変わらんのに、100試合程度で何ができんねん。笑えるのは、これから浮上できる要素も特にないところ。交流戦は浮上できなくても、沈まず耐えれば他が沈んでくれるかもしれん。中日は明らかに弱いよ。細かいところがすごいおろそかにされてる。そら普通なら2軍でしっかり鍛えなあかんってやつを1軍で使ってるだけやし。この件、あなたはどう思いましたか？